どうも皆さんこんばんは。オオカミのチャンネルへようこそ。本日はオキシゲンノットインクルード宇宙都市開発やっていきたいと思います。それで前回の続きですね。この水素発電機をコンパクトな部屋にしたら、まあ一応これ昔に僕の最強発電部屋にしたんですけど、さらに僕の最強発電部屋を改良して行こうかなと今思ってる次第です。そして電気を必ずこれが必要になるから、これを回転させてあげて、ここの部屋に通さなきゃいけないのか。結局難しいな。ここドアにしちゃうとダメなのか。あ、できるのか。一応ここを建設をやめて、こうしてとなるとこれがいらない。そしたらこの部屋は完全密封になって、で、ここのタイルも解体して、そしてここを囲うのに、こう。わぁ、アサビライトだ。アサビライトね、厳しいんだよな、削るの。そして、いらないところを解体してあげる。そして、右下のところが、この、え、なに？誰？どうした？え、どこにいる？ナイルズ。え？あ、ちょっと。これ飛べるよね。これ、大変。危ない、死ぬ？大丈夫？なくなっちゃう？大丈夫？あ、危ない。危なかった。そして、こっちの右下の問題だなぁ。あれ、なんでこれ壊れたの？なんでこれ銅になってるの急に。え？絶対金で作ったはずなんだけど。え、おかしい。とりあえず解体しよう。え、金で作り直そう。なんか時々、このゲーム、意に反するバグが起きてる気がするんだけど。気のせいかな？スペック、パソコンが古すぎるだけ？そしてこれいけない。まずいな、これいろいろと。まだか。あれ、なんでスーツ着てないの？そして。え？何それ。あれ？あ、スーツ着なくても通れるようになっちゃったんだ。これ施錠するね。申し訳ないけど。それはダメだわ。これをみんなが帰ってきてから施錠しないとまずいな、でも。わあ、みんなそっちから出入りしちゃってる。あ、なんとかなってる。これで、これだ、これを金で作ってあげないと。入ってくるのがこうだから、こうだ。ダメだな、全然。あー、まずい。すごい、いろいろとまずい。大丈夫？みんな、これ。これで、水素。そして、これを施錠。
そしてアラームをちょっと減らそう。いや、制御装置はちょっと止めたくないな。止めたくないっていうか止めれないのが現状なんだよな。困ったな。これを動かさないことには。いやー難しいなこれ。よくないな、鳴らしっぱなし絶対まずい。これ後々まずいことになりそう。早くも大変なことになってる。ああ、ここか。ここならまだいいや。あ、でももう一人いる。もう一人どこ。ああ、どうしようかな。これ一回9にしてちょっと清掃しないと。清掃してあげて、そしてもう一回これをこぼすから待ち構えるかのように。はい、そして食事を鳴らして、今日の夜は絶対鳴らさない。もう止めるはずに。お、電力すごい。あ、すごい溜まってる。これだけ過剰に余って溜まってるんだ。でも容量は同じだっけ、確か。あ、半分なんだ。そっか。それでこれをいよいよやっていくしかない。こうかな。で、ここを閉じたいんだけれども、そうするためには、ここの上を削らないといけないのか。そうだよね。これも掘り起こし。これで多分全部できると思うんだよな。電力の大容量版をこうかな。そんなに動いてないもんな。何が原因なんだ。結構最大気圧ですぐ酸素が詰まっちゃってるのが原因だと思う。1個で1個は多いのかな。でもあんまり良くないな。すぐ詰まってるな、パイプが。どうしてだろう。水素は送ってるけど、あ、そっか、これ道があんまり良くないね。それでどっちにしろここに作らなきゃいけないと思うんだよな。白から入れて、うん、余った酸素をどうしようっていう気はなる。修復作業。食料は順調に増えつつあって、そろそろまずいね。ここを
こっちからこう行けば多分いいと思うんだよな。これもうちょっとやっぱりスムーズに動かないとちょっと厳しいよな。酸素ばっかりが余ってる。まあこの辺の酸素が送られるようになったらいいことだけど、ちょっと酸素が過剰すぎて大変なことになってる。そしてあわよくばペットが生まれてないか。赤いペット、卵ないね。これ赤が生まれないと話にならないな。あ、これも動いてるんだ。誰？どうして？ちょっとエネルギーが多かったのかな。これでそしてここの電力ってどうなってるんだろう。正直、あ、でも減ってるな。使ってるのか一応。あ、でも他のバッテリーよりは優秀ってことなのかな多分。いまいちよくわかんない。そっか、タイルを作ってあげないとダメか。まずはここだよな。ここも床にしてあげようかな。帰れなくないこの子。大丈夫？全然まずいと思うけど。それ早く床作ってあげて。非常にまずいんだけど。ちょっと床を、みんなそんなことをしてる場合じゃない。まずいまずい。ちょっとみんな急いで。持つかこれ。鳴らすのはやめない。もう食料がまずいな。花崗岩ぐらいすぐありそうだけど。あ、できた。もうできるね。おい、ヘドロ出ちゃうんだ。仕方ないな。なんならこの金アマルガンも掘ってきたいぐらいだな。当初の約束と全然違った。もう休ませよう。まずいな、今日も休みなしの生活になってる。はい、それでは本日はこの辺で終わりたいと思います。これね、ちょっとね、うまくいったら、これでもあんまり意味ないの。はい、いろいろ気になりますが、この辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオス、アミゴス、またね。